こんにちは。宣伝部長の小市です。今日は手のひら返しってことでお話をしていきたいというふうに思います。というわけで今回ですね、まず立花隆さんがね、まあいろいろ裁判の情報を出してきたので、そのお話とか、あるいは例の定例会見において浜田聡さんがですね、ちょっと選挙をやる中で、ちょっとね、代表権のまあ確認っぽいことをですね、やっていくという話ですかね。そのことを含めてもろもろあるんですけど、やっぱりまずはこれですかね。大津さんと黒、 大津さん VS 黒川敦彦というところでそのいやなんかねやっぱさ手のひら返しっていうのを私ちょっと調べてしまいましたね調べてしまってですねいやまさにその通りだなと思って、えっと、意味としてはそれまでの態度や評価を一変させることということで。 <laughs> なんか私個人なんかね調べる前までは真反対になる意味なのかなと思ってたらちょ,ちょっと違くてですね新しい言葉考えた方がいいかもしれないですねだってあの黒川さんは真反対ですから真反対っていうのかな橘さん側にいた時はもう橘隆志は素晴らしいといいそして大津さんとこ行ったら大津さん素晴らしいといいみたいな形の中ででもやめると橘さんとかやめたらもう橘っていうのはひどいやつでみたいな。 で、大津さんとか辞めたら、大津さんっていうのは、まあ、<laughs> っていう、まあ、ことが始まってですね。で、まあ、大津さんなんでね、まあ、そのお二人がね、こう、黒川さんを、まあ、あと紹介しますけどね、解任するときに、なんて言ってたかっていうとですね、もう、辛いときにいつも一緒にいたのは翼の塔でしたって言ってたんですよ。そしたら、黒川さんは、えっ、ー、と、今、なんて言ってるかっていうと、大津はちやほやされたいだけって言っていてですね、もうね、<laughs> あの、 <laughs> 何これ <laughs> みたいなことが起きてるのでまあこの辺含めてお,お話をしていきたいというふうに思います。はいえっ、ー、とこちらがね大津さんの8月15日にまあ、えー、黒川さんを解任した時のまあコメントですよね。でまあみんなさす心の支えですよね翼の皆さんだったことなってくださったことを盾になっ くださったこと心より感謝申し上げます辛い時一緒にいたのいつも翼の塔の皆様でしたと、まあ、正直ねこの前に、まあ、黒川さんのやり取りの中でかなりバカにしていたので <laughs> どの口で言ってんのかなと思ったけど、まあ、一応こういったことを発表されていたわけですよね。 でまあ方向性の違いでこうなっちゃいましたまあまあよろしくお願いしますっていう感じですかねまあこの後まあ大津さんの上げ足を取るような形で黒川さんがバンバン攻撃してそれに対して大津さんも一部応戦するのがあったんですけどそれでまあ一旦収まったかなと思ったらまた朝朝起きたらまた始まったりの繰り返しで <laughs> でまあ今回はですねこちらかなえー 8月18日午前10時かなの、まあ、投稿の方からちょろちょろ見ていきたいんですけどまあえっ、ー、とですね女性だから批判やめてとかっていうのはおかしいということですねで大津彩香さんは国政政党の党首なのだからおかしいことは批判されて当然でそうあるべきですって言っててもうねな何だろうなもう何個ブーメラン見たんだろうって感じでなんかだって最初大津さん 側と立村さんやってた時にこっちは女子だぞぐらいのことを言ってたじゃないですかあれは何だったんですかねあの <laughs> ち,ょちょっとよくわからないですねはいまあまあただなんかいろんな基準がねきっとあるんでしょうけど、はい、だしまあ大津さんはカバーウイのこというのは間違いだということで皆さん率直に思うことを発信してほしいっていうことですねはい で、えっ、ー、と、周りが悪いので、大津さんは悪くない。なんてことはないです。本人の能力の問題です。両方問題だろ <laughs>。あの <laughs>、はい。で、能力のない人をリーダーにすると、フォロワーが死ぬ、そうあってはいけないのです。まあ、それはまさにその通りですよね。いや、だから、大津さん担いでやってっちゃダメだったんじゃないんですか、みたいな、その <laughs>、クビになった瞬間言うなよ <laughs>、みたいな <laughs> 話ですかね。はい。 ままあ、まあ、で、皆さん立ち上がりましょうみたいなことですよね。ね。なんだろうな。はい。で、そして次ですね。私は大津陣営に次の総会で詳細な予算計画を出させますよと。私、そういうのチェックするの鬼なんで、生ぬるい予算出したら大変なことになりますよっていうことを言ってるんですけど、今、これもうみんなの今のツッコミ聞こえた。まずは、あの、返済計画出せ。返済計画を出せ。あの、 1 <laughs> 億円の返済計画を出せっていう風うな、まあ、声が聞こえた、まあ、私はそう思ってませんよはいっていう感じでえっ、ー、とそしてですねまた予算を出さないなんてことをやっても大変なことになると思いますよ会計を透明にするんですよね大津陣営ということでねはい <laughs> はいいやなんか面白いですよねなんかその <laughs> まあねいやまずお前やみたいなね 込みが山の息子がるんですけどねで私が立花拓司に記者会見で向こう3年間の予算計画を問い詰めたら逃げました都合悪いからです。まあこれ私はようこんなのありましたっけ何て言うんですかね国政政党で3年間の予算計画なんて出せるんですかいやあのいやいやだって金額変わるでしょあの選挙で受かれば当然増えるしみたいなね。 えと少なくとも2年後には絶対あって衆院選もあるから、まあ、ある程度こう、まあ、固定費としてこんくらい出ていてっていうことはあるでしょうけどそれもなんか一回説明もされてましたよねだから、まあ、特に、まあ、そんな必要ないと思うんですけどいやまあ繰り返しになりますけど返済稽だ出してから言わんと,と説得力がね本当にねはい。 そうなんですよねだからご自身のやつは自分がいずれ総理大臣になったら返すみたいなもう本当にそんなのが来るのかっていうかもう可能性がほとんどないようなことをお話をしていてですねその人間が予算出せってどういうこと <laughs> はいまあまあねえー、とそれで、えー、と契約は計画を明確化しない口約束と信者魂で都合悪くなった手のひらを返す <laughs> 他人のせいにするああ えーとで、えー、と賛成と神谷たちもやってることも全く一緒っていう感じですかねまあ賛成させると言って会費を取って総会も出られないっていうまあそういうことを言ってるって感じですかねはいで続いてですけど、まあ、結構たくさん言ってるんですよねあとは <laughs> えっと今のままだと大津陣営は理念はないのに政党助成金と国政政党の看板に群がる,群がる、うん、空丸の集団になってしまいますと。 いやなんか <laughs> 一般的ですよ一般的にはみんなそうやって見てましたけどち違うんですかね。はい、はいいで、えっとまあ、そういう止めるてなんてはないですと。で、毎日たちがしっかりウォッチ、正当な批判を続けることで多少マシになりますというところですかね。はいまあ どっちかっていうと黒川さんがいたことによってまあ、こういった形で見られてたと思うんですけどねはいだから変な話お金のこと言う前にやっぱりいろんなやっぱりそれこそ翼こそが全部透明にして出さないとだからいろいろ言われるわけじゃないですか。ででそれでいろいろ まあお金の件でいくら大津さんがクリーンっつっても横にいる人がどうなんですかっていう質問をいつもつけられちゃうからまずは右利益にしてもう,うちはこんな公開にしてますやってますだから追求する権利があるんですっていう形だったらまだ良かったんですけどねだけど1億円の問題はいやもう個人的な問題なんでみたいな話になっちゃうともうもうもうすごいですよねはい。 で、えっ、ー、と、そして、立花隆は逮捕される可能性が高いと私は思ってますが、この事件が着地するまでは、関係者が事態を見,と見守る必要がありますって言ってますね。はい。なるほど、これもまあずっと言ってますけどね、これ、まあ本当にな何回だろうか、増やせば増やすほど、あれ、名誉毀損の金額って上がるんですかね。もうちょっと私はよく <laughs> 分かってないんですけど、<laughs> まあ日本はそういうの緩いんでね、はい。っていうところですかね。 だから、事件ってだから何、いう具体的に何も言わないんでね、な何の事件かもよくわからないし、そもそも警察がそんな言うわけもないし、まあ、むちゃくちゃだと思うんですけどね。はい。で、あとこれですね、これ、どんどん連続で出してますからねこれ、最初のが10時で、これが11時なんで、1時間の間に <laughs> めちゃくちゃ撃ってる。 でえっと、現実を見てください。あれが大津彩香さんでした。まあ、音源参照みたいなことですかね。はい。ほんなんか、ちょっとやっぱ、最低ですよね <laughs>。あれが大津彩香さんですって言うんだったら、最初からはやっぱり物別れしてないと変ですね。あるいは、ちょろっと様子見て別れてないと変ですよね。しかも、今回もそういう大津さんにあきれてやめたんじゃなくて、首切られた結果、ふざけんなってなってるわけですからね。はい。 で、大津さんは正義感で動いてるのではなく、立花への支援で動いています。それ以上のことを期待するのは不可能です。いや、知ってます。知ってますっていうか、みんなそう見てましたよ。でも、いや、正当性があるんだって言ってたじゃないですか。違うんですかね。はい。立花こそが悪だったんじゃないんですかねで。正義感のある人は、ガーシーに投票した全員ばかとは絶対に言いませんと。まあ、これも、まあ、ちょっと印象操作のような気がしますが、 えとしかし現実正義感がある人はほんの一人きりです多くの人は自分の利益のために、えー、簡単に人を傷つけますまあそれは否定しませんえー、というところですかねまあか唐突になんでこういう話が入ってくるのかよくわかんないんですけどねはいえー、とそれで立花もそうでしたが追い詰められた時に出てくる本性こそその人の本質で数年で変わるものはありませんなるほどみたいな首を切られて追い詰められたか,そからこそこうやって攻撃してんですかっていうのが あれですかねやっぱり本性なのかなどういうことなのかなはい。でえっ、ー、とそして大津支持者の人たちこそ変に大津さんを甘や,甘やかすのではなくてしっかりと悲観すべきとこは悲観しないと。うんまあほにそう思うしそれ中にいた時マジでやってみたいな <laughs> ずっと変おかしいよってみんな言ってたじゃないですかそしたら凱旋行くぞってやってたじゃないですかどういうことみたいな。 で、えっ、ー、と立あ、大津陣営は、大津陣営のようなカルトになっていきます。そうなったら、この度、えーえー、自体はさらなる悪い方向に行きます、みたいなことを言ってますというところですかね。はい。で、まだ続きますかね。で、大津陣営のもう一つ大きな問題ですかね。っていうのは、はい。まあ、大津綾香さんが自分がちやほやされたいために活動している点にあります。 っていうところでですねはい,いやなんとなくそう思ってましたけどあなたもそう思いますかみたいな話で <laughs> もう,もう <laughs> それ言ったらおしまいやーみたいな感じなんですけど、ま、だったらやっぱり中にいる間にねちょっと代表権返しましょうよっていうことを言うべきでしたよねはいでえー、っと で大津さんは周りにちやふやされすぎてすでに天狗になっていますと。で、炎上でメンタルやられて落ち込んでるとは聞いてますが、完全に天狗になっていましたと。はい。はい、で、大津さんは今、今、えー、いろんな人に聞いて、党の理念を作ろうとしてるらしいですが、党の理念は他人に聞いて作るものではなく、刑事自らが想像するものです。 まあこれね、まさにその通りで、だから大津さん作りゃよかったわけですけどね、まあ、そう助言すべきですよね。ただ一応保険打ってあって、えーと、経営陣自らって書いてあるんで、これは多分ね、黒川さん自分が入ってるんですよ。入ってて、一人ではなくて複数でいいってわざわざ書いてるんで、だから、えー、大津さんと黒川さんとまあそのあたりですかね、でなんか作って、それでビジョンを作れば、まあ特に何の問題も言わなかったと思うんですけど、はい、まあそこについては大津さんがまず作る。 能力というか、まあ、経験がねなかなかないんで作れないで黒川さんが「じゃあ僕作ります」って言って「いやあ」って言ってる間に一生懸命作りすぎちゃってでつばさ食が強い私こういうのじゃなかったってなってまあ揉めたっていうところなんでしょうねまあだからいずれにしても無理なんですよ <laughs> 無理で大津陣営の本質はしばらくは変わりませんこれはなんかね俺が入ったら変わるみたいなねはい で、チやほやされた大津さんと大津さんの太鼓持ちによって運営されます。まあ、まあ、黒川さんもその太鼓持ちのうちの一人に見えてたんですけど、違うんですかね。はい。で、えー、周りはその点を理解したい付き合うしかありませんってことで、そういうふうに思ってお付き合いしてたってことですかね。はい。で、大津さんに変な幻想を抱かないで現実を見て、まあ、それは本当にそう思いますね。幻想 <laughs> で、で、この橘事件の顛末を見守って、 っってててことが大事ですつっててもあれですねもう木原事件となぞらえて立花事件にしてしまいましたねはいこれはただ一国政政党による闘技上の党首が暴走しただけの事件なんですけどねはいまあっていうところですかねまああとあまだあるわ <laughs> えっとおっさんの批判はまだあと動画2回出 <laughs> し終了する予定ですほんとかいなみたいななんかこの何回も見たけど結局やるやんみたいなあの 話で分かんないですけど、ね、少なくとも2回は出ますみたいなねことですかねはいで統一事件の実態を一人でも多くの人が理解する必要が今ありますとまああんまりかん変わってないような気がするんですけどね内部情報が出てきただけだと思うんですけどねはいまあこういった今言ってること全てをそのお中に行った時に大津さんにぶつけてああしましょうこうしましょうってやってただったらいいんですけど多分やってない。 ですよねはい、むしろこういうなんか今黒川さんが言ってることで揉めてたっていうよりはなんだろうな、まあ、香料の部分とかあと凱旋とかあるいはなんか思想っていうんですかねあのいわゆる陰謀論周りの話のよる大津さん側の嫌悪感とかですよね、まあ、その辺で揉めてただけでなんか本当に <laughs> 多くの一般の人がもう今黒川さんいろいろ突っ込んでくれたことはその通りのものがすごく多いんですけどいやだからさ内部にいる時言えやみたいな <laughs>。 <laughs> 話だしそれはもうねもう見守ってる人はみんなそう思ってたよっていうまあまあそんな感じですかねはいまあとにかくですねまああと大津さんを叩くと黒川さんの支持者も減りますという人がいますがこれは間違いですとかいろいろ言ってますねはいでえっ、ー、と立花隆はもう終わってますのでここまで警察検察が本格捜査している状況では 逮捕される確率が高いしされなくても時間とともに追ーしますということですかね。これはなんか、うん、黒川さんのことかな。<laughs> はい。もうどうなんでしょうね。すごい言いたい方で言ってますね。でそうですね。はい。で翼の塔はいつもおかしいことおかしいと言い続けだからこれだから本当にだから内部にいる時にね大津さんに言ってればよ,よいわけでで、まあ、言ってたかどうかについてはわかりませんけどね。ただ、まあ、 今、黒川さんがざーっと並べたことを、みんな、まあ、ツイッターなり、いろんなとこで言ってるじゃないですか。基本的にはそういうことを言った人間はみんな切られてるわけです <laughs> だから、言って、多分切ら、そこまでいたのは切られてないから、多分言ってないんだと思うんですけれど。はい。だからそ、それはおかしいよっていうことを言わなきゃいけないし、一時期、やっぱり、あの、えっ、ー、と、大津さんに対して力を与えたっていうことについての、やっぱり責任がありますよね。そこについての言及が。 全くないのでなんで急に被害者ぶってるのかについてはちょっとよくわからないですね。でえとで「橘、えーえー、派でおかしいことがあれば今までどおりやります」ですね。 でで大津さんの批判は一旦終了にしたいのですがおそらく大津陣営は問題を起こすと思うのでその時には正当な批判はせざるを得ませんって感じなんで、まあ、だからあと2回、まあ、今回の件における言い分を言ってその上で大津さんがの動きを見てまた叩きますということみたいですね。はい、はい、というわけでねまあなんて言うんだろう,こう翼はねおかしいことをおかしいとして言っていくって言ってたんですけど。 いろいろいっぱい言ってることはだからその中にいた時にそれをぶつけてねなんとかしてほしかったなっていうのが、まあ、本当に思うところではありますよね。はいで続いてですけどえっ、ー、と立花さんとちょっと浜田さんの話でまずねなんか裁判がね、えー、決まりましたっていうところで大津さんね はい、えー、とこちら、立花隆さんのツイートですけども、えー、と裁判第一じゃないですね、大津さんとの。えー、と8月29日だから、もうすぐですよね、10時半から、東京地方裁判所です、傍聴可能ですっていうことですね、中身は、立花隆が逮捕されたとか、まあ、逮捕されると、大津彩佳の当時の部下がにツイートさせたことに対する損害賠償請求ですという感じですかね。はい、今だから、えー、と、 まあでも先ほどの黒川さんを逮捕の可能性があるってねまあちょっと言い換えたりとかし,してるんでね <laughs> まあ逮捕の可能性という意味において言うと全国民にあるような話だと思うんですけどまあいいやまあとにかく言い切っちゃったってことなんでしょうねまあそれに対する損害賠償請求ということでえっ、ー、と責任取ってねっていう感じですねまあいずれにしてもこの部下みんないなくなっちゃったんだけど <laughs> あの <laughs> はいまあまあでも当時の部下ですからね、まあ、責任は取らなきゃいけないでしょうっていうまあその裁判の第1弾傍聴可能なんですけど大津さん来んのかなこ来ないでしょうねはいまあっていうところがありますとでそれからこちらですねこちら9月14日で政治家女子の代表権を争う本裁判ですねの期日が決まったってことでこれは中目黒にある東京地方裁判所 307号法廷になります。こちらも傍聴可能ですということで。これはさすがにこ来なきゃいけないような気もするけど、なんか今まで一回も来てないからね。<laughs> ちょっとよくわかりませんが。はい、という形で、まあ、まあ、こう、9月は裁判祭りですよね。おそらくね、バンバンバン、まあ、やってた。これだけじゃなくて、いくつか他にもありますからし。 これから大津さん側が言ってスラップとか呼ばれてるやつもありますけど、まあ、あれは開裁判所だからどう,どうなんでしょうね。まあ、含めて、まあ、とりあえずこれからね、まあ、リーガルバトルは、ちょっとね、佳境に入っていく流れが来ますよっていうところですね。はい。はい。えっ、ー、と、こちら、えー、と例のね、えー、N 党のまあ定例の記者会見ですね。まあ、今回は浜田さん一人なんですけど、一応ここに斉藤さんがいて、えー、橘さんもここにちょろっといますみたいな。 <laughs> ままああ感じですがえっと今回ね、まあおまあ、驚きっていうか私的な注目ポイントは2つありまして一つはえっと九十九里町の選挙に松田渡さんが出ますと。で町長なので住んでるとこは問われないのかなっていう形でまあこれはあの、まあのま私の解釈ですけどいわゆる今ねえっとなんかこう常にねこう選挙に あの出れだから最初大津さんとこうお互いが代表主張してる時にどっちの名前でも出れましたってのがありましたよね。でそしてその後も今もに至るまで出てるんですけど先日、えっと、NHK から国民を守る党に党名変更しましたよね。 それも総務省出してますとだからそれも今え保留中ですという感じでその中で選挙に出た時に NHK から国民を守ると国政政党のねで松田渡るっていうのを書いてで斎藤代表これであのちゃんとあの選管は認めてくれますかみたいな、まあ、そういうをチェックをしに行くんだろうなと思ったんですけどまあど,どうなんでしょうねまああのなんだろうでなんか 2人しか出ないらしくて、だから、松田さん出なかったら、なしで決まっちゃうって感じなんで、まあ、民主主義的には一人で、まあ、ね、やっぱり選挙やった方がいいと思うんで、そういった意味においては意義があるかなとは思いますけど、まあ、九十九里で、これ、もし勝っちゃったらどうするんですかね。あの、はい。で、まあこれ、こいつについてはまた後日やりますね。はい。あと、有楽者 の店長さんとコラボしたっ,つっててユーチューバーひかるさんと昔よく一緒に出てた方ですけど、まあ、私はだからそのあたりユーチューバーひかるさんとかはよく見てたのでその流れでね有楽者の店長さんの動画も見ててなんか本当になんか行,行政まあ要するに自分でゲームセンターやってるじゃないですかその上におけるすごく法律の解釈っていうんですかねのおかしさみたいなことずっと言ってたんですよね法律のの解釈っていうよりは現場のなんか 裁量権とか、まあ要するに仕組みがおかしいっていうずっと言ってて、多分その件を、えー、と浜田さんに話したらしくて、その件が後日、まあコラボで出てくるって話ですけど、まあこの辺も面白いですよね。あのー、なんかこう、YouTuber のヒカルさんとかは選挙の話は多分わからんって話でしょうけど、まあ、店長さんとかは多分その話がね、まあわかりやすい、わかるし、いろいろ載ってくるじゃないですか。で、なんかよくわかんないけど、なんかその流れで、やっぱり YouTuber ヒカルさんがですね、 あのなんだろうゲーム党とかですねあるいは有楽者党とかよくわかんないけどそういうのでなんかじゃあ店長のためにみたいな感じで出てもおかしくないんですよねでそれで、まあ、それが N 塔の表に入るような形にしたりとかまあわかんないけどねなんか、まあ、そういった形の何か起きる可能性も少し感じるっていうことでこの辺もねまたコラボがあったらねお伝えをしていきたいというふうに思います。はい、というわけでね動きがまあどんどん活発に。 なっていきましたね。はい。でもまあちょっとね、代表権相当については、まあもうね、内ち際は勝手にやってくれればいいんですけどねそ、そろそろね、総務省さんよろしくお願いしますという感じですかね。はい。以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくね。